バルハイムはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村で重要なワイン作りの町である。この町はシュトットガルト地域及びシュトットガルト大都市圏終焉地域に含まれる。自治体バルハイムにはバルハイム集落のみが属している。バルハイムの町域はネッカー川の西岸に広がっており、東はネッカー川の堤防に至る。高度は 海抜約170メートルから278メートルである。町の南端でネッカー川最大の支流であるエンツ、川が佐賀川からネッカー川に合流している。また、わずかに下流川の長域を通って西側から流れてきた小川、バウムバッハ川がネッカー川に合流する。堤防とその下の海抜250メートル以下の平地、バウムバッハ川の両岸にバルハイム集落がある。 その斜面の大部分が、ドウ栽培に利用されている。近年、町の生誕近くに移住者グループにより、バネングラーベンヘーフェ住宅地が形成された。この町は、バルハイム集落単独で構成されている。町域内には、かつてダムバッハ集落があった。バルハイムは、北は、キルヒハイム・アムネッカー、東は、ゲムリヒハイム、南は、ベージヒハイム、南西は、レヒガウ。 西はベニヒハイムと境を接している。これらの市町村はいずれもルートビヒスブルク群に属している。年間平均気温は摂取9.5度、年間降水量は700ミリメートルである。穏やかな気候であるため、バウムバッハの南に位置する約90ヘクタールのバルハイムの森、春とは、新葉樹林ではなく、多くの比率が高い紅葉樹の根光林となっている。 州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。レーマーハウスバルハイム紀元前4000年から、紀元前2500年頃の新石器時代にはすでに、バルトハイム周辺の地域で定住がなされていた。1980年に発見された女性の人骨は、紀元前1500年頃と推定されており、青銅器時代のものである。 紀元前450年頃からケルト人の防衛、居住施設が建設された。バルハイムにはローマ時代の遺跡が多く残されている。町内には85年頃から120年頃までに作られたローマ時代のカストラの遺跡が2カ所、一般市民の集落跡が1カ所見られる。現在のこの町の周辺地域は当時重要な交易地であった。 233年からネッカー川中流域の谷にアレマン人が定住した。496年にこの地域はフランク人の居住地となった。バルハイムは1071年に初めて文献に記録されている。この頃バルハイムの周辺には多くの修道院が所領を有していた。13世紀にバルハイムはバーデン辺境伯領となり、1463年にプファルツや 1504年には、ビュルテンベルク港、ウルリヒの所有となった。1520年からオーストリアがこれを有した。1648年頃に、アンドレアス・キーザーが描いたバルハイム・イエル・クラトゲプと、マテルン・ホイエルバッハーに率いられたバルハイムの住民は、1525年春に、ドイツ農民戦争に参戦した。4年後に、 バーデン辺境白がこの村を購入して、事領としたが、1596年から、ビュルテンベルクのアムト所在地となった。住民と建物の多くが30年戦争の犠牲となった。最大の被害は、1634年、ネルトリンゲンの戦い後に、スウェーデン軍が村の大半を焼け払ったことであった。バルハイムは、全人口の1、4にあたる172人が死亡した。 17世紀から18世紀にもバルハイムは様々な戦争の影響に苦しめられた。19世紀のビュルテンベルク王国の社会的状況は濃度解放が行われるなど悪くはなかったが、バルハイムは薬病、強窄、洪水に見舞われた。1824年10月30日に壊滅的な洪水が起こった。多くのバルハイム住民が故郷を離れ、 アメリカ合衆国やバルカン半島への移住に活路を求めた。19世紀末頃になって、やっと工業化によって生活状況が改善された。バルハイムはオーバーアムトベージヒハイムに属していた。1938年にこのオーバーアムトと共にルートビヒスブルク軍となった。第二次世界大戦後の復興の時代にこの街は裕福になった。 1980年から1988年に考古学的調査が行われ、特にローマ時代のバルハイムの歴史に関する情報が得られた。レーマーハウス博物館もこの頃に開設された。バルハイムのクラブ D とユルマーは1996年に世界で最も高い25.19メートルの支えのないラテントゥルムを作ったことでギネスブックに掲載された。 16世紀に宗教改革がなされて以後バルハイムは福音主義の町であった。カトリック信者や福音主義メソリスト教会の信者は、ベージヒハイムのそれぞれの教会に属している。これら3つの教会はいずれも旧市街に独自の教会道を有している。さらに、福音主義の集会所もある。バルハイムの町役場、バルハイムの町議会は12議席である。 議会にはこれらの選出された名誉職の町会議員と議長を務める町長が参加する。町長は町議会で投票権を有している。バルハイムの紋章は金字に赤い斜め体。帯の中に金色の大文字で W が書かれている。町の旗は木から赤である。紋章と旗は1958年2月19日に認可された。 これら4町村はかつて行政連合体でグリーズを形成していた。また、クロアチアの町バーバンと友好関係を結んでいる。レーマーハウス博物館に設置された復元されたジュピター柱バルハイムは多くの見どころが点在するビュルテンベルクワイン街道沿いに位置している。町の中心部は保護文化財に指定されている。町は既存の建物を転用して利用しているが、 一部には問題もある。旧学校は最初は健康センターに改築されるはずであったが、駐車スペースの問題が明らかとなった。最終的に住居への改築が決定され、大規模な改修工事後2013年春に最初の賃借者が入居した。1980年代の新規住宅地開発工事の過程で、2世紀の 約30個の建物からなる広さ4ヘクタールの民間のローマ人定住地が発見され、発掘調査が行われた。この定住地の中央には、広さ約550平方メートルの特別に良好な保存状態の建物の遺構があり、商社であったと推測されている。ここには商人の事務室、倉庫室、旧車、住居が含まれていた。 町の重要な遺跡を保存するため、新規住宅地の計画は変更され、発掘場所を覆う保護用の建物が建設された。ここは、レーマーハウス博物館として立ち入ることができる。この博物館は、バーデンビュルテンベルク州立考古学博物館の一部を成している。バルハイム発電所、武道山とフライケン鉄道、バルハイムは、 ビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの産地である。町の近くには2016年7月5日まで稼働していたバルハイム発電所があり、それ以後冷却リザーバーを見ることができる。2018年3月末にこの発電所は最終的に閉鎖される。バルハイムにはフランケン鉄道シュトゥットガルトビュルツブルグ線の駅がある。 ここでは30分間隔で、シュトットガルト、ハイルブロン、ネッカーズルム、オスターブルケン域のレギオナルバーンが発着する。早朝や夜間には、シュトットガルトとビュルツブルグとを結ぶレギオナルエクスプレッタの列車も何本かこの駅に停車する。バルハイムは VVS に加盟している。連邦道27号線は、バイパス道路でこの街を迂回している。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、 A81 号線のムンデルスハイムインターチェンジである。バルハイムには1971年から基礎家庭学校が1校ある。上級の学校はベージヒハイムにある。バルハイム基礎家庭学校は基礎家庭用語クラスを併設している。学校には様々な賞を受賞した学校庭園がある。自治体や英林リと共同で2003年から町の森の端に 小さな学習樹木園が設けられた。毎年1年生は入学直後に木を植える。児童数は約170人である。バルハイムには異なる用語モデルを採用した2つの幼稚園がある。この町の電力、天然ガス網はネッツェ BWGMBH によって運営されている。バルハイムは上水道をもっぱら、ボーデ電湖水供給会社から引いている。 人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%子会社である、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ありがとうございます。